皆さんこんにちは、ひでおさんチャンネルです。今日は皆さんに大切なお知らせがあります。この度ひでおさんチャンネルはうなぎさんの活動復帰に伴い乗っ取り活動を一時休止することになりました。僕がこうして乗っ取り計画を実行できたのも、皆さんに僕を知ってもらえたのも、うなぎさんがいたからうなぎさんのおかげです。僕は元気なうなぎさんが好きです。乗っ取りは失敗したけど、これからは表向きで協力し、裏ではいつでもチャンネルを乗っ取れるよう密かに準備していきたいと思います。これまでたくさんの方に応援していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。これからはうなチャンネルをよろしくお願いします。以上、ひでおさんチャンネルでした。皆さんこんにちは、ひでおさんチャンネルです。今日は僕がいつもうなちゃんにされているアサリを見つからずに10個投げて捕まえる遊びをやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。よろしくお願いします。まずは落ちているアサリを集めます。えいっ、これアサリがついてきて芋虫みたいになってるから、よかったらみんな芋虫になってみてね。アサリを集めたら、次にうなぎさんを探します。僕は見つけるのが下手くそで、なかなか見つけることができませんでした。うなぎさんを探し回ってから1時間28分後、ようやく姿が見えました。なのでアサリを投げますが、僕はアサリを投げるのが下手くそなので、なかなか当たりませんでした。うなぎさんに追いかけられてるので隠れましたが、やつはなかなか追ってきません。あ、追ってきました、追ってきました。皆さん静かにしてください。みんなが声を出すと僕の位置がバレてしまうかもしれないので、静かに動画を見てください。うなぎさんは僕より賢くないので、あれは上がれないで困っているんだと思います。なので僕は後ろから近づいてアサリを投げようと企んでいます。ようやく上に登ってきたみたいですね。うなぎさんは何をしているんでしょうか。僕はうなぎさんより賢いので、うなぎさんが考えていることはわかりません。とりあえず隠れます。皆さん静かにしてください。僕の位置がバレます。みんなが静かになるまで7分45秒かかりました。次からはもうちょっと早く静かにできるように努力をしてくださいと校長先生が言っていました。うなぎさんにアサリを投げたら、なんかちょまちょまして追ってきて撃ってきたので、僕も逃げます。ちょまちょましててやりにくかったですが、僕は無事にうなぎさんにアサリを10個つけることができました。皆さんが静かにして協力してくれたおかげで、僕はうなぎさんを捕まえることができました。ありがとうございました。以上、ひでおさんチャンネルでした。これからも応援よろしくお願いします。ここからはおまけです。うなぎさんを倒そうとしたら落ちてしまいました。
ありがとうさよなら、うなちゃんねる。こき使われた日々を忘れない。こんにちは。こんにちは。これは、ヒデオさんから送られてきた動画である。せっかく届いたから、動画にしてみました。なーちゃん、なーちゃん、ヒデちゃん、はい、マッチングしました。バッテラストリート、縄張りバトルです。みなさん、こんにちは。ヒデオさんチャンネルです。なんでこれみんな、僕以外みんなチャーなんだけど、なにこれ？編成大丈夫そう？これ負けるんじゃない？僕。あ、倒したわ。あ、でもなんか、いや、チャーさん、か。きついなぁ。うわ、やばい。ジェッパ強。ジェッパ強ジェッパ強やばいやばいやばい。これか、なんかいる。倒した。いや、これ、パシャ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 してるけどさ、ちゃんと塗れるの僕しかいないの。ほんときつくない？大丈夫どうしよう。とりあえず、スペシャル貯めたいけど、貯められるかな？倒せそうだったけど。あ、やばい。あー、やられちゃった。いや、これ、どうやったらいい、どうしたらいいんだ、これ。これ、勝てるかな？きついよな。スペシャルもなんか、たまんないしな。とりあえず、塗るしかないけど。あ、やばい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 。やばいやばいやばい。北斎はね、北斎とかパブロとかね、急にスッてくるから、嫌だな。おお、びっくりした。やばいやばいやばい、死ぬ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 。やばい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 、あ、チャーだ、ね、抜かれたのか。どうしよう。僕塗らなきゃいけないし、でもスペシャルたまんないし、やめてやめて。やめて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 。怖い。いじめられてる。あ、なんかいるし。ほら、スって。もう知らない間に近寄ってさ、パシャパシャするからさ。じゃ、北斎苦手だわ。なんかいる。あ、倒した。どうしよう。いやー、でも、プライムで塗るのもきついけどな。倒した。もう一人もう一人。やべ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 。倒して倒して。あれ、いなくなった。どうしようどうしよう。あー、やばいやばいやばい。あ、ナイスナイスナイス、味方ナイス。やばいやばい、濡れ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 。あ、後ろから来てる来てる来てる。これ倒さないとやばい。あ、やばい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 。カーリング強。やばいわー。もう負けちゃう。さっきの試合も負けたのに。やばい、待って。今一瞬コントローラー動かなくなったんだけど。いやー、きつかったな、これは。はい、マッチングしました。バッテラストリート、縄張りバトルです。僕気づいたんですけど、この、僕以外に、ひれおくん、いるんですよ。これなんか名前、金魚って言うんですけど、これ絶対うなぎさんですよね。ほら。これ絶対うなぎさんだべ。なんかね、何回か前のバトルで、なんか、あれもしかしてそうかなってちょっと思ってたんですよ。
でもまあなんか金魚って名前別に他にもいるだろうし違うかなって思ってて、でもなんか急にあのヒレオくんかぶってペッチュ持ってあのこれ絶対そうでしょ、なんかなんか僕の部屋に入ってきたわ。あ、やられちゃった。ごめんなさい。仇を打ってください。うなぎさん、お願いします。いや、でも、なんか止まってるんだけど、大丈夫？動いてね。ちゃんとやってね。止まっちゃダメだよ。諦めちゃダメ。この部屋には、僕とうなぎさんという最強のヒレオがいるから。だから諦めないでくれ。やばいやばい。ごめん。ごめんなさい。最強じゃないです。ダメだ。どうしよう、勝てない。あれかな、うなぎさんが入ってきて緊張してるのかもしれない。なんかやってる。あ、なんか変なとこにボム投げちゃった。やばい。なんか調子が悪いぞ。やばい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 。ちゃんと貢献しなきゃ、僕も。どうしよう。とりあえずボム投げて。あー、なに？あ、ボムあったのか。わかんなかった。あー、どうしよう。僕、うなぎさんの足引っ張ってる。こんなんじゃ、うなチャンネルを乗っ取ることができない。僕の乗っ取り活動が。どうしようどうしよう。よし、アシスト。アシストかーい。やばいやばい、よし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 。やばいやばいやばい。やばいやばい、頑張れ頑張れ。よし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 。なんか飛んできてるわ、守んなきゃ。なんか喜んでる。倒した倒した。あ、ナイスナイスナイス。いいね。ナイス玉やるとみんなナイスしてくれるの気持ちいいな。へへへ、ナイスしてる。うなぎさんがナイスしてる。あ、取られたわ、キル。アシスト取った。スプラ3したい。もちろん。イエーイ、勝ったー。やっぱり僕とうなぎさん最強ですね。